かなり久しぶりになってしまいました。ヤコブ公園研究所8ヶ月ぶりですかね。第3回目スタディ3ということで、収録する場所もちょっと新規一転引っ越したので、まあこのヤコブ研究所ももう一回仕切り直して勉強をしていこうかなと、研究していこうかなと思いますので、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。で、リスタート1回目は血のタイプですね。ボビーという形になります。ちょっとたくさんヤコブはこういうフラッシャーとか紙タグがついてるんですけど、こんな感じのやつになります。まあ、ベーシックなノープリーツの血のタイプですね。で、まあ、こういうウエストの V 割れになってたりとか、あのサルトリアルな、まあ、仕立てっていうのはヤコブ公園ならではの特徴をしっかり残しつつという感じで入っていただけるものになります。まあ、ヤコブってね、やっぱり人気があるのってニックとかバードとかっていう、まあ、細身のデニムっていうのが中心になるんですけど、まあ、ここ最近いろんな形が出てまして、まあ、僕たちのウェブサイトでもニック、バード以外にも、まあ、その他の形としていくつかエデュアルドとか、まあ、ボビーとかいろいろ出してるんですけど、まあ、こちらはそのボビーになりまして、スリムフィットタイプのややローライズのチノですね。いわゆるイタリア的な表現にするとスリム美脚チノみたいな感じでしょうか。なので、まあ、例えばシャツだったりとか、まあ、ハイゲージのニットを着て、まあ、その上からジャケットだったりレザーだったりを、まあ、着るとすごくイタリアっぽいセクシーで色気のあるスタイルになるっていうようなモデルになります。まあ、ディテールいろいろあるんですけど、まあ、それを説明する前にこの後ろに並んでるこれらのものっていうのが、全部ボビーになります。僕が今さっきお出ししたネイビーとこの白、オフホワイトか、オフホワイト、グレー、ブラックで一つの同じ生地になりまして、でこっちのちょっとカツラギっぽい生地でこれだけの色張りがあって、でこっちの、ウォッシュのかかってない先染めの生地を使った、まあ、いわゆる本当にこうワークチノみたいな感じのもので、2色あります。全部ボビーです。多分今までこれぐらいこのボビーというような形というかカラーチノみたいなものがヤコブでこうずらっとラインナップしたのって多分うちでは初めてだと思うんですけど、まあ今ちょっとヤコブでもまあ少し内部のデザイナーが変わって少しリブランディングをしていこうっていうような流れになっているようで、テイストも少しずつグラデーションでちょっとずつ変わっていってるっていうような感じになります。でヤコブ長くお好きな方だと結構ご存知の方多いと思います。かなり売れ筋になっていた人気のカラーパンツ5ポケットのやつで、製品染めのものっていうのが例えば毎シーズン、白、グレー、ベージュ、紺、黒とか、まあ、5、6色ぐらいラインナップしているような人気のモデルとかがあったんですけど、まあ、それもおそらく継続でやってると思うんですけど、まあ、新しく今回入ってきたのがこの血のタイプでよりクリーンに履いていただけて、まあ、いいんじゃないかなと、特に秋冬のスタイルには、合わせやすいんじゃないかなということで、まあ、今回のこの研究所の復帰作、第一弾に選ばせていただきました。で、まあ、ディテール紹介させていただくと、まあ、前がこういういつものオリジナルのヤコブのボタンですね。2フロントはジップフライですね。ジッパーです。まあ、このジッパーもある程度ね、年を重ねてきたりとか着脱なんとなくしやすいっていうので、このジッパーフライの人気がここ何年かは高いように思います。ヤコブでも結構増えてきました。で、こういうところですねの刺繍はいつも通り入っていて、でこの裏ですね、ここにモデルが刺繍されてます。まあ、こういうね刺繍普通のパンツブランドはしないことの方が多いですかね。だいたいなんかこういうところに紙タグとかがついてて、まあなんかモデル名がついてたりとかシルエットが分かるような感じになってるんですけど、やっぱ紙をバチッと留めるよりも当然こういう刺繍を施す方が、まあ、手間もかかりますしコストもかかるっていうので、まあ、あんまりやらないと思います。まあ、こういうところにこだわるのが、まあ、やっぱヤコブらしいなというふうには思います。であとポケットの仕様もちょっと変わってまして、まあ、左側は普通のこういうスラントポケットなんですけど、右側の方
この普通はねこういうポケットの内側につくようなまあコインポケットとか懐中時計とか入れたりする人はいるんかな、今いないとは思うんですけど、チケットポケットみたいな感じのやつがこの前に露出するようになってます。このポケットの上からついてるようなデザインっていう、まあ実用性云々まあ特にそんなに変わらないと思うんですけど、まあ、こういうデザインで他のブランドと違いを出しているというところもまあヤコブらしいこだわりかなと思いますね。なんかねあのヤコブって、まあ、これどっちでもいいんちゃうかなと思うところもヤコブがいいと思うものをしっかり追求してやってるっていうところが、まあ、自分にはないところなんで本当にすごいなというふうに思います。あとは内側ですね、見えますかね、このポケットの袋布が全部ヤコブの柄がジャガードで入っているという感じですね。ここもそうですし、ここもそうですし、こういうフロントもこんな感じになってます。まあ、ここはね、ヤコブのパンツだと結構いろんなものがいろんな生地で履いてたりするので、まあ、こういうところを見るのもまあ楽しみの一つかなと思います。なんかこうイタリア人のこの気質というんですかね、ドイツとか高級車とかにはよくあったりするみたいなんですけど、例えば車のボンネットをパカッと開けたら中がすごい綺麗とか、対してちょっと安い大衆車とかやったらボンネットをパカッと開けたらなんかすごいこう雑然としているとかっていうのをまあ聞いたりするんですけど、まあそういう見えないところへしっかりこだわっているっていうところが、まあこのヤコブがあのファンを獲得しているところだと思いますし、まあ皆さんそういうところに惹かれてるんじゃないかなと思います。だいたいシルエットとかだと、まあイタリアもののパンツで比べると結構似てるものが多くて、まあやっぱ細くて足が長く見えてジャケットと合わせやすいっていうのが結構王道のシルエットだと思うんですけど、まあ、その中でやっぱ高級感だったりとか完成度を高めるっていうのがブランドの差別化につながっていると思うので、そこに極限までというか、まあ、こだわりすぎてちょっと値段も上がってるんですけど、まあ、めちゃくちゃこだわってるのがまあヤコブなのかなと思います。なのでこういうブランドのロゴもこういう感じでメタルパーツプラススウェードのパッチの上から付けられてます。これデニムとかね、ファイブポケットだとここにあの腹子のパッチとか、まあ、いろんなデザインのパッチがついたりするんですけど、まあ、これはチノタイプということで割と控えめですね。まあ、この辺も結構合わせやすいようなポイントじゃないかなと思います。で、こっちの生地も見てみると、まあまあほぼほぼ一緒です。ちょっとね、その分厚めの生地になるんですけど、まあ、より秋冬らしい雰囲気ですかね。ウエイトも結構あってという感じですね。先ほどのこっちの方がちょっと薄手のタイプで、こっちがちょっと分厚いっていうような感じになってます。まあ、中の仕様とかも全然同じなんですけど、ボタンがちょっと違いますね。ちょっと比べてみましょうか。さっきの最初の方はヤコブのこうコーティングされているようなボタンになってます。対してこっちはメタルですね。で、真ん中にあのヤコブ公園のロゴが入ってるっていうような感じになるんですけど、まあ、大体こう生地違いとかでもこういう付属のパーツっていうのは多くのブランドは使い回ししたりするんですけど、まあ、そのモデルモデルによって違うものをちゃんとオリジナルで作って違うものをつけてると、そのモデルに合うものをつけてるっていうえぐいこだわり、こういうのって付属を作るのってもうすごいロットの単位が大きくて、まあ数百個数千個っていうのはまあまあそれで最低ロットとかっていうところになってくると思うんですけど、まあ、それを惜しげもなくやってしまうっていうところがヤコブのすごいところかなと思います。で、例えばこれとかもちょっと比べていただくと、このちゃんとこの生地の色に合わせてこのボタンの色も変わってるんですよね。こっちだと中もグレーになってますし、こっちだとちゃんとボルドーになってると、これ普通に考えたらちょっとおかしいんちゃうかなっていうようなこだわりだと思うんですけど、まあ、ここにねそのこだわって全体の完成度を高めるっていう、まあ僕たちもよく神は細部に宿るとかねそういうこと言ったりしますけど、細部に神を宿らせるためには結構ねこの業界お金が必要になってきたりするので、まあ、それをやってしまってるっていうところがまあびっくりですね。本当に多分こういうのやれるブランドってやりたくてもやれなかったりすると思いますし、やろうと思ってもまあまあ
いやそこまでせんでええやろうって思ったりするので、まあ、それをやってしまうっていうところが本当にすごいですね。だからこそ、まあ、こういう企画で、まあ、ヤコブってどれだけこだわりが強いブランドなのかっていうのを、まあ、ぜひこう皆さんに知っていただきたいっていうような、まあ、そういう感じで僕も一緒に研究をさせていただいているという感じです。でもう一つ、先ほどまでの2つは製品染めの生地を使ってたんですけど、こっちは先染めの知能になります。洗いもかけてなくて、よりクリーンな感じのものになります。なのでこうセンタークリースがこう入っているものですね、まあ、ドレスっぽい知能っぽいドレス知能っぽい感じっていうところですかね。モデルは一緒なんですけど、ちょっと見え方が違います。なのでこのボタンもキラッと光るようなメタリックなボタンが使われてます。まあ、先ほどの流れで言うと、例えば色違いのネイビーなんかはちょっとガンメタリックの色になってます。こんな感じですね。こうやってね、商品になってみるとなんか当たり前のようにこういうのを見てしまうんですけど、いざね実際いろんなブランドさんとかを見たりすると、ヤコブにとっての当たり前が他のブランドだと結構非常識なことやってるなっていうふうに思ったりするので、本当にまあすごいブランドだなと思います。他の仕様はほぼほぼ同じですね。こういう後ろもこんな感じになってまして、まあ、パッチの上からブランドのロゴがついてますし、きっちりここも割れているという感じですね。中を見ると、まあ、同じくこういう刺繍が入っていて、裏もこういう、これはプリントですね。まあ、製品染めだと刺繍になって、こう先染めだとまあプリントになるのかなというような感じです。まあ、この辺の違いはちょっとよくわからないんですけど、ただ生地、他のやつはどこの国のファブリックかっていうのは明記されてないんですけど、これはイタリアの生地を使っているということですね。だいたいイタリアの生地とか日本の生地とか、ちょっとグレードの高い生地を使っているときはこういうようなものがつきますね。これもヤコブのこだわりの一つです。まあ、という感じでいろいろこのヤコブのこのボビーっていう形とディテール違いこだわりっていうのをご紹介させていただきました。まあ、ヤコブのね大阪のお店に行っていただくと、こういう商品っていうのがずらっとラインナップされてますし、おそらくウェブサイトでは僕たちグジが一番ヤコブの商品をご覧いただけると思うので、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで今回のヤコブ研究所3回目終了となります。次回4回目できれば早めにやりたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。